Come on, wrestling party. とりあえずマラさん、あんた、ちょっと待って、あんた、とりあえずっていうのは、まず俺にとりあえず、防衛おめでとうございますなのか。防衛おめでとうございます。
おい、あんた、次、北条だ。おほ、よし、そこでだな。お前と、このチャンピオンかけて、ベッドかけてな。王座戦、決定でいいですか。北条だ、北条だ、いきます。北条だ、10月23日までね。よし、行け。29か。CM パンクも、あいつは一試合やったら何ヶ月かあげなきゃいけない、うん、俺だって CM パンクのこと好きな気もするし、だから俺もデビューやったらそんぐらいはやっぱあげないとビンスねとかな言うから、あいつらがなんかどういう意味だ。だから何やねん。だから期間が短い。12月だったら俺はあれだな、なんだっけ、月は あのインド式のなんかオイルのセラピーやらなきゃいけないから、そんなのいらねえよ。それエキスにあるから。あ、エキスそれやらなきゃいけないんだ。分かんねえ。確かにな、あのお前のチャンピオン様だから、ああお前の役は組んでやる。分かった。ってことで、まあ、申し訳ないけど、タイトルマッチなしで。10月10日、船橋ゴールデンプロレスで、お前とマラさんで、おベルトをかけてきちゃうな。俺は締め
まあそれぞれ考えた。スリーツーワンよしみたいな感じだった。じゃあ会場の皆さん、俺がスリーツーワンって言った後なんちゃらって言ったら同じこと言ってください。もしかしたらゴーかもしれないし、ゴーかもしれないけど、その時はでも俺が指示を任されてるからそれやんなきゃいけない。だからゴーとかゴーとか、ポンとかなんか言う、ポンそういうこと言う。スリーツーワン、俺がうんだら、あ、そっか、うんだらって言ったら大体同じこと言わない、違う。じゃあなんか言わなきゃ、ちょっと待ってよ。スリーツーワン、行くぞー。ちょっと待って、これじゃないか。前の式なんて言った。前はなんか誰が死んだ。岸田君。なんつった。頑張ろうプロレス出せ。愛してます。